はい、こんにちは、こんばんは、 YouTube の時間です。いや、今日はすごい方をお迎えしております。ギタリスト田川宏明さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう皆さんね、ご存知な人は田川さんのことすごい知ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、パラリンピックでギター弾いたんですよね。そうですね、2021年の夏でしたけども、はい、パラリンピックに向けてずっと活動していたので、あのステージに立ちたいと一生懸命頑張ってたんですけども、ついにあのステージに立つことができて、おかげさまでいろんな方々に知っていただく機会になったので、そういう意味では本当に生涯の舞台だったなと思います。なるほど。というわけでですね、田川さんはね、ちっちゃい頃から、そうですね、全く目が見えてなかったんですけども、そのやっぱりちっちゃい時に、ね、音には敏感になるんですよね。そうですね、3歳の頃に、うん、なんとなく記憶にあるのは、薄く光と色はちょっとぼんやりとは見えてた記憶があるんですね、うん、もう今全然全く両目とも光も見えてないんですけども。そうなんですか。そうですね、でそれで、まあ、だんだん見えなくなったんですけども、うん、もうその時から音楽と一緒だったんですけれども、はい、そのテレビとかラジオから流れる音楽に興味があって、こういう風な音楽をやりたいとか、ね、興味があるっていう風なところ、まあ、気持ちではあったと思うんですね、うんうんうん、覚えているのがお菓子の空き箱とかお弁当箱とか、はい、そういうのに輪ゴムを何本か貼って、はい、貼り具合を変えて和音を自分で作って指で弾いてたっていうのを輪ゴムで作ったちっちゃい琴みたいな。そう、そういうことです、まさに琴の状態でドミソとかっていう、そういう感じで自分で並べて弾いてて、でそれが面白いなと思ってて、でそれを両親が見て、うん、この子はもしかしたら音楽に興味があるのかもしれないなと思ってくれて、でオルガンを近所からもらってきて、4歳の頃とか弾いてたのを覚えてるんですけども、でもう4歳の頃になったらもう全然色が見えなくなってて、光しか見えなくなってはいたんですけれども、はい、まあそんなことをよそにどんどん音楽に興味を持ち始めて、でそのうち親戚の家でピアノを見つけて、でそれを面白くて弾いていたら、じゃあピアノ教室に通わせようと両親が思ってくれたみたいで、5歳の時にピアノを買ってくれて、でピアノ教室に10年間通ったっていうのが私の音楽の始めだったんですね。始まりだったんですね。田川さんの奏法がね、人と違うことで、ギターなんだけれども、ちょっとやっぱり違うフレーズというか、違う感じが出てると思ったんですよ。ああ、そうですか。特殊な、だからつまり田川さんと知らずに、弾いたとしても、これ田川さんのギターじゃないって思えるギター。あ、そうですか。そう、あー、それ嬉しい。これがね、俺ギタリストにとってね、一番大事なんじゃないかと思う。あー、オリジナリティです。オリジナリティの個性ってことですよね。それこそパラリンピックで布袋さんと共演されたんでしたっけ。はい、そうですね。布袋さんってすごいじゃないですか。そうですね、どっからどう聞いても布袋さん、一撃で布袋さんって分かるギターですよね。そうそうそう、あれすごいオリジナリティだなと思うし、2人として同じギターはいないって思うんです、ね。なんでしょうね、なんでその独自なスタイルを編み出せたのかってこういろいろ思ったりするんですよ。他にもたくさんいらっしゃいますけど、田原さんね、やっぱりこの環境における特殊奏法、この辺もね、ちょっと掘り出したいというか深掘りしたいんですけど、はい、で実際ちょっと音を出してですね、はい、その奏法を間近で見せてもらうことがいいですか。あ、分かりました。はい、はい、というわけで実際音を鳴らしてもらうってことなんですけど、はい、今、画面に見てもらってる通りですね、左手は上から来てますね、はいはい、こういう感じでね。これがすごい。これやっぱピアノからだったんですか。そうですね、ピアノの時に、おそらく、まあ、こういうギターとかっていうのはこういうもんだろうっていうふうに勝手に想像して、そういうものだろうと思っていて、初めて人前で弾いた時は、はい、あ、それは反対だってみんなに言われた時に、いや、もう手遅れだったんです。間違ったところから人生始まったっていう感じですね。ある程度自分で弾けるようになったなと思って、バンヘーレンとか普通に弾いててこのまんまで普通に弾いてたんですけど、あ、反対だって知った時に全く弾けなくなって、ドレミも弾けないぐらいな、今も弾けませんけど、もう全然わからないみたいな。ちなみに先に普通の奏法してもらってもいいですか。普通の奏法、普通、はいはい、これですね、はい、これ本当今数えてやっとドがあここかなぐらいな感じなんですけど、はい、コードも全く弾けない感じなんで、
もう今日始めた人よりひどいっていう感じですね。それだったら僕の方が前です多分世の中の方はみんな私より上だと思いますねそれが高田さん総合でいくとこうなるとすげえという感じになります。全然違う人になりますねなのでめっちゃ面白いんですけど指摘された時にあそうだったんだでもこれにすべきかどうするかってちょっと一瞬悩んだんですけど、うん、もう弾ける方でいいやと思ってでギタリストに本当になれると思ってなかったから、うん、まあ、趣味の延長ぐらいだったらこれでもう間違っててもこれでいいやっていう風な感じで中学校の頃からエレキギターを始めました。チョーキングどうしてましたっけ？普通にだ例えばそうですね。一応この指を弦によって違う感じなんですけど、5弦になると上は下に引っ張る。っていう感じなので、まあ、指の屈伸じゃ本当はダメだとかって教えられるところって多いと思うんですけど、私の場合は奏法が逆なので普通に屈伸でもう弦の上をこうやってやるっていう感じで、あとは弦によって変えてるって感じですね。初めて見る楽器ですねこれね。あ、そうですかね、初めて見る楽器。ギターの形してますけど。あ、なるほど、ね、それは名言かもしれない初めて見る楽器なるほどそれはなんか嬉しいですね。なんかね、ギターってどんな楽器よりも、ね、人間性出るじゃないですか、はい、キャラクターとか、はい、すごい高田さんだわ。そう言ってくれるの高田さんっていう楽器だわ。面白がっていただけるのが一番嬉しいですお父さんお母さんはそもそもミュージシャンだったとかそういうのはあるんですか？全く音楽とは近いわけではないんですけど、父がエレキバンドを組んでたっていう話は聞いたことあるんですけど。趣味で。そうですね。でも父がギターを弾いたことのはちょっと聞いたことがないので、実際はちょっとまだ実感はしてないんですけど。じゃあ、家の中にいて楽器の音が聞こえてくるっていう環境ではなかったではなかったですね。とにかくテレビとかラジオとかから、音楽が常に聞こえてくるっていう環境にはあったので、うんうん、まあ、真空管アンプが自宅にあったのは知っていたの で、まだギターは持ってなかったんですけど、幼稚園の頃だったので、うん、でそれからまあピアノをずっと通うようになって、まあ、そういうのも積極的に両親が後押ししてくれたところもあったので、音楽にはすごく積極的な環境ではありましたね。音楽を好きになるね、特にロックはきっかけとして、はい、その見てくれっていうところから入ってくる人とか、いろいろあると思うんですけど、モテたいがためにとか。そう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 、高田さん最初のきっかけはどんな音楽だったんですか？最初はとにかくラジオとかから流れてくるようなそんな感じの曲を弾きたいっていうところから始まって、うん、その本当まあ耳コピーっていう言葉は当時は知らなかったけれども、うん、もうそれと同じようにモノマネするような感覚でピアノで、それを弾いてたんですね、はい、で実際にまあロック寄りの音楽とか特に当時は五大吾であったりとか、うん、沢田研二さんがバンドスタイルであったりとか、うん、そういうのがテレビとかラジオとかで流れると、うわバンドってかっこいいなっていうところから来て、全部音から来たようなところがあったの で、はいはいはい、でピアノ教室に通ってても、まあ、クラシックピアノとかそういうのを、うん、習う中でもちっとも練習してこなくて、うん、1週間経っても何やってたんだって先生から怒られて、うんうん、いや最近すごく練習してる曲があって弾いてみなさいとかって、はい、で五太鼓の曲とか弾いたりとかすると、そうですか、先生が面白いねって先生がすごい褒めてくれたんですね、うん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 、そこでやめなさいとは言われなくて、うんうんうん、でわこれは面白いねっていう、でもせっかくピアノ教室にお父さんお母さんが月謝払って通わせてくれてるんだったら、うんうん、まずは与えられた曲をやりなさいって言われてます。宿題をちゃんとやろう。それはそうだなってその上で自分が好きな曲弾くのは全然いいからって、どんどんそれもやりなさいってことで先生も肯定してくれたんですね。なるほど、それが良かったと思うんですね。あ、そこで否定されてたら、ね、多分もう萎縮してやんないかってなんですけど、あ、まあ、そういうのもあって
自分で音を拾いながらピアノで、うん、銀河鉄道39とか勝手に仕上がれとかそういうのをよく弾いてたのを覚えてるんですけど、でそういうところから来て少しずつ音楽を深めていったっていう幼少時代でした。じゃああれですよね、譜面を見ながらトレースしていくってんじゃなくって、もう本当に耳コピーですよね。そうですね、まあ、先生があのカセットテープに課題曲を録音してくれて、でそれを右手と左手に分けて録音してくれて、でそれを自宅に持って帰って自分で一つずつ、拾って、練習するっていうようなそういう毎日だったんですね。一応テキストはあったんですけど、まあ、もちろん読めないし、別にあの両親は譜面が読めるわけではないから、まあ、完全にも先生が録音してくれるカセットテープを頼りにっていう感じ でそれを練習してきたっていうのがすごくいい意味でその耳コピーとしての能力を先生に授けてもらったっていう、そこから来ましたね。聞こえてくる 楽曲の中にも、はい、いろんな種類の音があるじゃないですか、まあ、ピアノは弾いてるんで分かると思うんですけど、ギターがあったりドラムがあったりっていうのの興味というか、構成というか、そういうのは ありましたね。そのドラムだと、まあ、打楽器だからすぐあこういうのがドラムっていうんだとかっていう、まあ、耳で聞いた感じ でそれを実際に自分で段ボール箱でドラムセットを作ったりとかしてたんですね。でスネアとかも触ったことがないから、なんかあの叩いても音がジャリジャリって鳴るっていうのはどういう風にするんだろうと思って、スナッピーのことですね。そう、うんうん、スナッピーってことも知らなかったし、触ったこともなかったので、クッキーの空き缶の中にジュースとかサイダーとかの瓶の蓋を、その中にも集めて入れて箱の中にそれを入れて、で箱を叩くことで中がジャリジャリっていうので、それでスナッピーってやってたんです。叩くとシャーみたいな、そうですね、スネアに近く、そうで、バスドラだとまあ大きい段ボール箱が必要だ。バスドラって踏んだこともないし触ったこともないから、足を使うっていう概念はちょっとなかったので、まあ、両手で左手で大きい段ボール箱を叩いて右で、スネアを叩くっていう、右で連打してたみたいなそういう感じでやってて、でハイハットとかシンバルとかは、スーパーとかの袋を吊り下げてそれを、叩いてたっていう。すごいけど、そのドラムをね、一人の人がやってるっていう概念はあったんですか？あ、おそらくまあ、あの1人か2人なんだろうなとかいう感じはあったんですけど、実際にドラムセットがどういうものだとかっていうのは全く知らなかったので、自分で手作りでそうやって幼少の時にやってて、面白いですね。とにかく打楽器はやはり分かりやすかったので、そういう意味では自分でこういうのをやりたいとかっていうのもあったんですけど、ベースとかギターとかってどういうものかとか触ったこともなかったし、実際に歪んだギターとか聴いても何の楽器か知らなかったんですね。ですよね。このなんかジャリジャリとかってギューっていうのは何の楽器なんだろう、ピアノでも出ないし、ギターってフォークギターとかもそういう音ぐらいしか分からなかったから、なんだろう、こういう楽器があるのかな、なんか吹いたりとかしたらそういう音が出るのかなってそのぐらいの知識しかなかったんですね。いやね、僕ね、その時の田川さんの頭の中に描いた楽器をね、見てみたい。いや、本当私も今本当保存しておきたいぐらいの感じだったなと、ね、これを形にしたらめっちゃ発明した楽器が出て、もしかしたらそうだったのかなとかって思うんですけど、なんだろう、カズーってあれじゃないですか、声を出すことで、ああいう感じのものがあるのかなぐらいに思ってたんですね、リード楽器って。カズー歪んでますもんね。だからこうそういう感じなのかなと思って、実際になんかあのお菓子 その空き箱に自分でビニール袋を貼って歌ったりとかすると、あ、歪むからこういうのが近いのが、普通にテレビであのリードって、まあ、ギターのソロとかみたいな、そういう感じなのかなとかって、そんなことぐらいしか思ってなかったですね。じゃあものすごいイメージトレーニングというか、そうですね、想像してたんですね。本当先入観全くなかったので、もう資格がないっていうところからの自分の中での広がるものがあったと思うんですね。
で時を当てていくと、はい、そうかエレキギターっていうのがあるんだって思うと思うんですけど、ええ、っていうことで近所のおじさんが小学校3年の時に古いフォークギターをくれたんですね。でも使わなくなったからこれやるかなって言ってで実際それをあこれがギターっていうんだって、うん、であのギターを弾く姿も後にも先にも見たことがないので、うんうん、床の上に置いて弾いていたんですね、はい、でまさに3歳の頃に輪ゴムで弾く時の感覚のまんまチューニングとかもわからないので、うん、好きな感じでオープンチューニングだったんですね、うん、今考えると、うん、6本をオープンチューニングでっていう輪ゴムの延長だったんですね、はい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 、でそれでだんだんビートルズとか聴くようになったので、うん、それをオープンチューニング で実際に1本の指で押さえて弾いていったっていうでそこから始まったんですけどずっとオープンチューニングだと弾けない曲がやはり出てくるなるほどでみんなどうやってんのかなと思ってたまたまその何かの機会でそのチューニングがあるっていうことを知って、はい、で途端にやっぱどの曲も弾けなくなるわけですね。そうかそうか、でそうすると1本ずつ足すっていうことに気がついて、うん、1個ずつフレットに指を置いて足すっていうことをするといろんなコードっていうのが弾けるんだ和音が弾けるんだっていうことが分かって少しずつ自分で工夫しながら1個ずつ音を足していってどうやったらこの6弦が綺麗な和音になるんだろうと思って小学校3年生4年生の時にずっとやってたっていうのを覚えてます。すごいですね。で最初 F の壁とかってみんな言うんですけど、うん、まだフォークギターで弦高も高いっていう感じだったので、うん、きっと難しかったとは思うんですけどそんなことよりもこの F の音が弾きたいっていう、うん、そういうのに一生懸命だったので、まあ、実際に床に置きながら実際にこうやって押さえてで1個ずつ足していってっていう感じ で手の柔らかい子供の頃だったから割と先入観なくそれが普通にできたっていう、うんうんうんでこの原理とかも自分で思いながらフレットの際を押さえるとそんなに力はいらないんだなとかっていうことを、ねうん、自分で思ったりしながら F のコードとかっていうずっとそういうことをやっていってたんですけど、どんどん結果そのまんま出てるんですよね。そのまんまですね。ストラップだけは後からそうですね。そうですね。そうですね。フォークギターだと描いていたその歪んだ音が出ないどうするんだろうと思って、はい、さっきスネアで使ってたジュースの蓋を入れた空き缶をそのフォークギターのボディの上に乗せてじゃーんってことで音がロックだみたいな色々発明してる、っていうのをやってましたね。すごい、そういうことめちゃくちゃ楽しかったでしょ。でもそうですね、なんかどんどんそういう感じで少しずつなんとなくテレビとかラジオで聞いてたような音にちょっとずつ真似事ができたみたいなところに近づけて行ったのでなんか面白かったですね、うん、やっぱ困ったこととかも出てくると思うんですけど、はい、コピーしていく上でどうしてもぶち当たる壁とかなかったですか。そうですね、やはり難しい曲とかが出てくるとまあ多分皆さん同じだと思うんですけど何回も聴いて、うん、聞こえない音でもこれと同じ風にするにはどうするんだろうなっていうのをとにかく何回も何回も聞いて、うん、その私子供の頃スマホとかなかったから、うん、今だと速いフレーズとかは遅くして聞くことができるけど、あ、そうですね、そういうのはできないからもうとにかくリアルの、うん、スピードで聞き取るっていうことにはやはりそれしか選択肢がなかったからそれは当時は結構、まあ、悩みの種っていうのかな、うん、っていうこともあったので、うん、それはちょっとやっぱりピアノ教室に通った時のようにはいかないっていう感じでやはり自分の中での壁の、うん、一つではありましたね。で見えないことでの壁っていうのはよく質問されるんですけど意外と自分の中でなくて中学校1年生の時に夏休みだったと思うんですけど光が全然ある日も今まで見えてたのが見えなくなってああとうとうお日が来たんだなとかって思ってたんですけど当時はちょうどエレキギター始めた時お年玉でエレキを買ったばっかりの時だったのでもうギターが弾けるのが嬉しくて嬉しくてしょうがないっていう時だったので。でまあ、光が見えなくなるのがどうしようがそんなこと関係なくずっと弾いてたみたいなところがあったので基本性格がこういう感じなので、うん、その見えないことでの悩みとかそういうことよりも、うん、このフレーズ難しいなとか、うん、そっちの方にあったりとかっていうのは子どもの頃はありましたね。あ、じゃあその見えないことはもうほとんど気にしないまんま。そうですね、いたってよかったですね。なんかね、そうですね、出会いが、なのでちょうどやはりその中1だと思春期の頃だからやはり情緒不安定に普通なりそうな時期が
やはりギターがあって良かったなと思うし、それを認めてくれた、肯定してくれた両親の環境っていうのがすごく大きかったので、今の時代はないかもですけど、ギターを弾くことに対してのいろんなやっぱ社会的なこともあるっていう、弾いた瞬間に社会不適合者でしたね。そうですね、しかもハードロックできめたらますます社会不適合みたいな感じですけど、ロンゲーとか言ってたら、そういう感じですよね。でそういうのが全然なかったし、両親がもうどんどん好きなことはしなさいっていうようなタイプだったんで、ただ本当に仕事にするとは思ってなかったと思うので。どっから仕事になったんですか？学校卒業するときになって、私は盲学校にずっと、小中高といたので、職業の選択という意味では見えないっていうところでは、そこのハードルっていうのが次にあったわけで、マッサージとか針灸師になって卒業するっていう、その免許を取得してっていうのが大体一般的だったんですけど、私はそういった医療もすごく良さは勉強する中で分かって、でこの職業ってすごい素敵だなと思う一方、音楽の方の気持ちの方が大きかったので、なんとかして音楽の仕事に就きたいなって思っていて、まあ、進路指導の先生とかを困らせたりとかはしてましたね周りでその成功者がいないから先生たちもアドバイスができなくて、そうですよね、前例がいないから、田川君にアドバイスできないよとかって、どの道に進んだらどうなるっていうのないですね。何も保証できないというか、何も保証がないから先生たちも言うことがなくて、前例がいないんだったら俺が前例になりますみたいなポジティブ、そうすごい生意気だったと思うんですけど、いや言ったが引き返せなくなって、まあ、そのまま卒業してギタリストになったっていう感じでした。ロックですね、はい、まさにねこれね、ちょっと聞きづらい話なんですけどね、田川さん、めちゃめちゃ素敵なお嫁さんがいらっしゃいますね。ありがとうございます。あ、話はそちらに行くわけですね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと興味本位なところですね。はい、ありがとうございます。聞いたところによると、もともとテレビ局で働かれてて、あ、そうですね、お嫁さんが、はい、でそのテレビで取材してるうちに恋が芽生え、夫婦になりと、すごいサポートしてる姿がね、素敵だなと。ありがとうございます。めちゃめちゃ仲良しじゃんみたいな。ありがとうございます。微笑ましいって思って。ありがとうございます。いい話だなって思ってですね。なんか田川さんがね、めちゃめちゃ頑張って、すごい素敵な男性なんですよ。いやとんでもないです。そこにきっとね、キュンときたんだなと思って。ずいぶんお詳しいなと思うんですけど。私がラウドネスの新原実さんに、インターネットで私のことを見つけてくださって、そこが最初だったんですね。で、ソロアルバムを作るギタリストを探してたっていうことで、私を抜擢してくださって、まあ、当時私山口県の下関市にいたので、まあ、そんなことが本当にあるとは思いもせずっていう、そういう時だったんですけど、まだ20代か30代くらいだったんですけど、そのことがニュースとしてダーンと、報道された時に、彼女が私のところに取材に来てくれたんですね。それが最初だったんですね。新原実さんきっかけ。そうですね。なので新原実さんが、まあ、キューピットみたいな感じなんですけど、実際結婚式で新原さんに来ていただいて、その話をしたり、そういうこともあったりとかしたんですけど。そうなんですか、はい、いや、はい、ということもありましたね。ちょっと本当はね、そのお兄さんにもインタビューしたいなと思って、はい、行くんですけど、はい、NG 出ましたNG 出ました NG 出ました恐れ入ります、はい、今横目でチラって見たらブル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 ダメだ恐れ入ります。いやいや、でも去年そのテレビとかでも何社かそういったストーリーを取り上げてくださって、おかげさまでなんか皆さんに知っていただけるきっかけになって、こうやって夫婦でパラリンピックを目指したっていう、そこがやはりクローズアップしていただけたっていうのはすごく良かったなと思います、ね、いや本当に素敵だなって、これ映画になるストーリーですね。ありがとうございます。恐れ入ります。本当ですよ。ありがとうございます。この YouTube 出てくださいなんて気軽に言ったんだけど、後からいろいろ調べたらすごい人だわと思ってすごい人たちと共演してるし、この間の山本恭司さんともすごかったですけれども、恭司さんのすごい面白かったですね。恭司さんとは初共演だったんですね。恭司さんとはですね、もう十数年前、2009年に多分初めてお会いしたんですけども、その時がですね、日比谷の野音の、
ハードな野音というイベントだったんですね、うん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 、でその時は、新原実さんとか、寺田恵子さんとか、マーシーさん、アシェイカの3人で西寺実という、ユニットがありまして、知ってる、で、あ、本当ですかでその全国ツアーに私あのギタリストとして、連れてっていただいたんですけども、そのファイナルが野音であったんですね、まあ、いろんなバンドが出演していまして、そこに京次さん出演されて、楽屋で初めましてだったんですけども、それ以来あのいろんなイベントでちょくちょくとお会いする機会があったりとか、京次さんの主催のイベントに呼んでいただいたりとかっていうこともありました。なのでもう長いお付き合いになりましたね。見ててもしびれました。 ありがとうございます。本当に背筋がゾクゾクするっていうんですかね、ジャンルとかも超えますね、素晴らしいものはね。いや、なんか京次さんと一緒にギター弾いていると本当素敵だなと、もう芸術品に触れているっていうような感じが、美術館にいるような感じがしていて、うん、でもその芸術と芸術の合体でしたよ、ええ、そう、いやありがとうございます。いや、私はなんかもうなすすべがないみたいな、いやそんな感じでしたけど、そんなことない、そんなことない。一緒にギター弾いててすっごい楽しかったですね、なんか特別なものがね生まれてました。あ、本当ですか、宇宙規模で、うわ本当あのイベントに出演できたっていうのは本当に良かったなと思います。これからなんか面白そうな展望とかあるんですか？はい、これからはですね、今すごくまた壮大なプロジェクトが立ち上がっておりまして、ノーレッド日本武道館への道というですね、そういったプロジェクトが今ありまして、ノーレッドって、ノーはイエスノーのノー、レッドは赤って言うんですけども、ドラマーの五十嵐浩太さんが発起人となって、60歳に差し掛かるミュージシャンやアーティストの方々を集めて、それぞれ思い出である日本武道館を目指して、60歳というのはこういうことだっていう革命を起こそうっていうような、社会的な活動も含めた壮大な夢のプロジェクトが立ち上がりまして、すごい、で、まあ、五十嵐浩太さんとかですね、野村義雄さんとか、はい、寺澤浩一さんとか、第3のキーボード、もうすぐ60歳の方々ってことですかね。そうですね、もうじき今なので50代後半の方々ですね、で私は全然年代は違うんですけど、次世代につないでほしいということで選んでいただきまして、すごく光栄な機会いただいたんですけども、ちょっと前だとね、60歳って言ったら赤いちゃんちゃん子で、おじいちゃんの始まりですよ、もうおとなしくしてくださいみたいな感じだったんだけど、まさになので、そういうイメージを変えたいっていうですね、今おっしゃったように、今60歳皆さんもう元気っていうか、まだまだ今から60からだっていうような、そういうエネルギッシュな方が非常に多いと思うんですけど、実は僕もね4年後60歳なんですよ。おお、簡単なの来ましたじゃあこれからね、あの田川さんがいろんな人を田川さんの周りにつなげていくんだろうなっていう、気がするんで、頑張りたいと思います。クラブ Q も機会あったらたくさん出演していただければ嬉しいです。ぜひまたお邪魔できたら嬉しいなと思います、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい、田川ひろあきさんでした。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。